皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日はですね、昨日面白い話を聞きましたので、紹介したいと思うんですけど、えー、自動車、 ありますねえ自動車を作る上でですね、えー、コストっていうのがかかるわけなんですけどそのコストの割合というもので、えー、一般的に言われているハードと言われているものとソフトと言われているものがあります、えー、例えばハードっていうのは普通にタイヤとか、えー、エンジンとか、えー、例えばドアとかですね、えー、あの椅子みたいなね、えー、こういったチェアですね、えー、こういったものっていうのが、えーまあ、あのかかりますよね。 でソフトっていうのはその例えば中で動いている例えば、えー、自動で制御するとか、えー、あとはですねあのそのような,あのなんか、えー、椅子が、えー、電動で動くとかですねこういったとこにソフトが使われると思うんですけど。 この費用の割合がどのぐらいかということでデータが出てるんですけど一般的に当然ですね今から10年前20年前30年前を考えてみると車のコストのですね100%は 多分ハードだったと思うんですね。えー、いわゆる電子制御されていない、えー、ものの時はほぼ100%だったんですけど、まああのエンジンのその、えー、もどこもねもう今電子制御になってますし、えー、例えばあの自動運転ってのも出てますし、パワーウィンドウとか、えー、いろんなところはね電動になってますよね。これによって今車のコストの6割はですね。 ソフトだそうなんですね。4割がハードということで逆転してしまっているということです。ではこの今ソフトで動いている部分っていうのはいわゆる電子制御されているわけなんですが、ここの部分をですね、人工知能にこれから変わっていってもっと賢くなると面白いんじゃないかなと思うんですよね。そこで自動運転とか人工知能 AI っていうものがここに関わってくると思うんですが、そうするとですね、車のコストって 実はその人工知能になったことによって安くなるのか高くなるのかちょっとわかりませんけどえ、びっくりしたのはね、半分以上がもうね、ソフトになってるってことなんですね。で、これがあの、電動の車とかですね、えー、になってくると、えー、ますますですね、この、 え、じ、ソフトの部分の割合が大きくなるんじゃないかなと思うんですよね。え、そうすると、え、その部分を制御するですね、え、人工知能 AI っていうのが、え、もっと高度なものが求められていくっていうことになっていくんじゃないかなと思いますね。えー、ということで、あの、世の中のもので当たり前と思ってたものが、え、IoT だったり、え、ものにインターネットが繋がったり、電子制御するようになってきていて、そして本当にハードの部分が少なくなってきている。 で、ソフトが増えれば増えるほどそこに人工知能が入っていくっていうことがわかるなと思います。はい、えー、今日はですね、車の6割のコストはソフトであるということについてお伝えいたしました。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。